佳子様、皇室ご一同の皆様、新年明けましておめでとうございます。本日2023年、1月の2日、15時27分、ちょっと父親の家に行って本日、その後、港川神社という神社があるんですけども、楠木正成公を祀っていた神社なんですけども、そちらの神社へ、初詣行きまして、で、今日、新年のご挨拶の、撮影を、いたしています。結婚希望相手は、佳子様のままで、あと、いろいろ今までのその佳子様の動画とかをいろいろ検索していてですね、未来の時間軸からの声かけで、初恋の人は淡井圭介で間違いないですよねと、お伝えした時に、小さくこう入ってこうおっしゃっていただいてる動画とか、再び、見つけることができましたと。そういうようなところ込みで、期待を込めて、ということなんですけども。昨年皇居へ行きまして、で、佳子様に会おうとして、で、河川水門開式ダム発電とか地下水流トンネル発電も含めてそうなんですけども、お会いした方が良いと、そういった考え方で行ったんですけども、その後、帰ってきてから、どういった話をしたとか、そういうふうなところで、自分の意見なり、いろいろ言ってるものが、YouTube 一覧表、宮内庁や皇宮警察、皇居や坂下護衛所の方たちなどというものがあるんですが、このあたりですね。で、真ん中ぐらいの欄ですね。ここでね、いろんなことを述べてるんですけども、その結局、自分の本音とかを言ったときに、その、一般さんが、の、1月2日、皇室の方たちがされてると思うんですけども、手振ったりとか、その辺のところで、ついついこう、本音でね、皇居行った時に、そういったことがあるから、今忙しいからってことを言われた時に、正直、そんな手振ってるよりも、その河川水門開始山発電とか地下水流トンネル発電とか、そういったことの方が大事だっていうようなことを、動画で言ってたんですけども、ただ、その、自然とこう出てきた言葉に関して、その僕はそれ相応の意味があるときは意味があるんじゃないかなと思ってるんです。っていうのは、結局、今年1月2日は一般参賀の件は、今日インターネットで、確認したところ、中止にされてると。それは1月1日に、石川県能登半島で、震度7の地震が発生して、家屋の倒壊とかが、多数見受けられます。で、そういったところをご配慮されて、中止にということが、発表されていました。で、やっぱりそうだろうと思いますし、自然と僕はそういうふうな言葉を言うようになってるような気もするんです。その流れ的に。で、その昨日、その石川県の能登半島の地震が発生して、その未来からの時間軸の声がけで、昨年の、昨年の11月の何日かの動画で、岸田さんが映ってる、総理が映ってる、動画なんですけども、そこで岸田さんに、2024年元旦に、能登半島で、大きな地震発生してますと。で、能登半島から、年末までに、避難をさせてくださいと、住民を。そういうようなことを呼びかけてるんですけども、動画の、その岸田さんが映ってる時間が短いのと、あと、画像がこう変わっていきますので、音声がどうしても途切れてしまうと。そういった中での
声掛けだったんですけど、その結局そのいうふうなところが、その未来からの声掛けによって先にあの住民を避難させてあげて、死亡者が出ないように、怪我をする人がいないように、あと家の中から、あと家屋をもし倒壊したとしたら、そこから、家財道具などいろんなものを、探し出してするのは困難ですから、あらかじめ、持って避難するとか、そういうふうなことをですね、まあ、衣類含めてなんですけども、そういうことは実際できるようになると、まあ、こういったところで、まあ、安倍政権の頃からそういうふうな形にするべきだということは僕は申し上げてるんですけども、まあ、そういったことを含めてですね、ホームページ、その淡井圭介の履歴のその一番のところからアクセスしていただいた、まあいつも通りのこういうふうな画面出てくるかと思うんですけども、まあそこで、1月1日にそのアクセスできるようにしたもので、自民党内岸田政権に不満が高まる括弧2023年11月14日の動画ですね、まあ、こちらの動画に向かって未来から私は声掛けしてるんですね。で、まあまあ、もちろん政府としてもできることとできないことがあると思うんですけども、まあ、その辺のところフルオープンにすることによって未来からの時間軸から声が聞こえてくる。で、これは一般人の人たちでも知ってる人たち多いんですよ。で、すでに東日本大震災が発生した時に、仙台空港の職員の方に、私は未来からの声がけで、空港の職員の人が反応してくれたんですよ。すぐに、あの人の声だって、その、淡井圭介だっていう認識がされてる女性の方ですね。で、津波が来るって言ってるって。で、僕は津波が来るからすぐに、外に、地震の後揺れた後、皆さん外に待機されるじゃないですか。空港の、まあ、着陸するところの広場に皆さん、まあ、外に出て、避難されてますから、もう一度ちょっと建物の中に戻してもらってと、その後その建物大丈夫ですからということで、まあ、高いところ、2階とか、上がってもらって、津波来ますからということで、あと毛布とか食料の、配布だとか、まあ、夜に備えてと、まあ、そういうふうなところですね。まあ、その辺の最後の方の夜の、まあ、夜に備えてのところまでは、声は伝わっていたかどうかわからないんですけども、だからその辺のところで、まあ、スポーツの勝ち負けや芸能人の方たちも、まあ、世代交代含めて、多数今までテレビ出られた方たちもいらっしゃいましたし、まあ、そういった方たちとかも、その自分の身の回りの人とか、そういうふうな現象があるっていうことを、お伝えしたりしてると思うんですよ。人の口にとは立てられないという部分がありますから。だから、その辺は良い意味で、もう今の時代は、そういうふうなところを、しっかりとテレビで公表したりだとかして、まあ、防災につなげていくと、まあ、それが正しい社会なんじゃないかなと思ってます。そうじゃなかったら、その未来からの時間軸から声が聞こえてくることに、どこに価値を持つのかっていうところで、まあ、防災に対して、とても効力の高い人命を第一に考えて、対応ができると。まあそういったことだと思います。あとは一般人の方たちがそういう話をいきなり、まあ、何も知らない人たちがいきなりそういう話を聞いたときに、まあ、受け入れていただけるかどうかとか、まあそういった問題点はあるかと思いますけども、まあ、行うだけの価値はあるかと思っています。まあ結婚希望相手は、過去様に固定で。私もいろいろ、まあ、何かこう進んでいこうと思っていますと今言おうとしたんですけども、まあ、進んでいくって何が進むんだろうとか今一瞬思って、まあ、とりあえず特許の出願とかその佳子さまが来られた時にそれに多分あれでしょう遊んではならないルールでしょ、その日。じゃあその日何を、多分この日来るんじゃないかと思われそうな日を、例えばこう、遊ばないでね、頑張ってこう、特許申請のその書類作ったりだとか、まあ他その他いろいろ何かするべきことをしておくみたいな形で対応しようかなと。まあそういうふうに考えています。その先々のスケジュールで何か佳子様の予定とかもし、分かっていれば、公務とかでね、その間、まあ、こちらに来ることはないから、まあ、その間に河川の撮影行こうかなとか、まあ、冬はちょっと行く気は基本的にないです。
あのよっぽど気温が高かったりしたら、河川の撮影行こうとは思っていますけども、まあまあそういった形で動こうかなと思ってます。あとはまあ正式な形でアポイントがいただけないかどうかとか、会うのにまあそういうふうなところも辿ってみようかなと思います。そのこの間その12月28日に皇居の前にまあいたまあ集まってきたといいましょうか、その皇宮警察の吉本さん、まあ、電話番号を教えていただきましたので、坂下護衛署の。で、その坂本さん経由、じゃあ、吉本さん経由で、アポイントはいただけないかどうか、まあ、ちょっと対応してみようかなと思っています。正式なそのインターネット上とかの、連絡先、アポイントは取れないかどうかの、まあ、そういったところをたどっても全然今まで無理だったので、何回も電話かけたんですけども、ですので、まあ、自分ができることは全てしてみようかなと思っています。まあ、まあちょっと今半笑いになってしまいそうになったんですけども、その佳子さまがね、そのこれでその未来からのかけた声が、いや動画何回も見てるからもしかしたら違う内容だったらどうしようとか思ったりもするんですけども、まあその辺のところは自分の記憶次第のところとかもあると思うんですけども、確か初恋の人はという淡井圭介でよかったですよねと、まあすごいご幼少の頃ですけど、まあその後会いに来られたりもしていますので、まあその辺のところはやっぱりそういうふうな、2007年から8年フルーツラパーク勤務地の頃は中学生ぐらいの頃だったと思うんですけども、佳子さん、まあその時にも来ていただいて、まあちょっと声をかけ、そちらから声をかけていただいて、まあそういうふうな話をしていただいたと思うんです。まあちょっとその辺のところ記憶はっきりと覚えてないので、あれなんですが、多分そうだったような記憶がこう頭の中をよぎってるんですけども、まあそういったこともあって、まあ結婚希望相手佳子様ということで、しっかりと固定して、まあ早く、再開して、その辺のところどうなのかというところを、教えていただけたらなと思います。そのまあまあこの マスク外しといてほしいですね。マスク、これね、マスク外してもらっていても、すごい今までのその他の人とかもそうなんですけどもね、楽天の例えば三木谷さんとか有馬警察署の方で来ていて、で楽天の三木谷さんですかって、建物出てからなんですよ。買い物行く前に有馬警察署、まあ何かの用事で寄って、でその後買い物行こうとしていて、であ、さっきなんか見たことある人だなって思った、あれ楽天の三木谷さんじゃって思ったんですよね。で買い物行って、帰りしなに、あ、ちょっともう一回有馬警察署寄って聞いてみようと、で寄ってみたんですよ。それ聞いてみたんですよ。そしたら違いますってこう笑いながら言われて、マスクしてるけども、いや三木谷さんでしょ楽天のっていうところなんですけど、いやーね、これこれどうしましょうか、佳子さんに声かけて違いますとか言われた、もうこれどうしましょう、本当にこれ どうしたらいいんでしょうね。本当に僕のなんかも何がどう対応したらいいのか本当は分からなくて、本当にいろいろ困ってます。ある意味 SOS ですね。以上です。皆さんご対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定のほどよろしくお願いいたします。わからないときは身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方の方に聞いていただければ、確実にできるかと思います。今年も、1年よろしくお願いいたします。以上です。